パリ五輪最終予選前、最後の国際親善試合となったブラジルとの2連戦。11月30日黒丸3、4、12月3日丸2から0。日本は1勝1敗に持ち込み、実り多い遠征となった。攻撃につなげる守備が大前提のなでしこジャパン、日本女子サッカー代表、のスタイルは両者が連動されているが、ここではあえて攻守に分けて総括する。前編は攻撃面だ。 最終ライン、中盤、前線それぞれの立ち位置からの景色をすり合わせていくと、見えてくるものがある。取材、文イコール早草木子、写真、美人姉妹すぎ。なでしこ清水里沙、ドレスアップ、姉との並びが話題、同じ顔、連戦を前に池田太史監督は、限られた攻撃のチャンスかもしれないけど、その中で質を出せるかどうか、をポイントに挙げていた。 想定された劣勢の時間も多かった今回のブラジル遠征で日本が仕留めたゴールは5つ。その全てが異なるパターンから生まれた。中でも世界に通用する確固たる形を証明したのがサイド攻撃であり、初戦で見せた2得点だ。1点目が左サイドから、3点目は右サイドから鮮やかに崩して見せた。左サイドバック、SB からボールを配球した遠藤淳。 エンジェルシティ FC は、前半は相手のポジションを見ながら、自分が低い位置から配球する方がいいと感じた。という感触通り、MF 宮沢ひなた、マンチェスターユナイテッド絶妙な縦パスを送ると、すでに前線には FW 藤野青葉、日テレ、東京ベルディベレーザ、と MF 長谷川優衣、マンチェスターシティが走り込んでいた。この場面、本来右に入っていた藤野がニアに、 長谷川が右外へ前回のパリ五輪リアジア2次予選では藤野が怪我で招集を辞退していたが2人はつまりのない位置取りを見せた宮沢のボールは一度藤野を越えて長谷川の足元に来たりと収まる長谷川も十分に狙えるタイミングだったが結衣さんは最後まで選択肢を持ってる選手パスが来る準備もしていましたでも自分だったらきっとシュート打っていると思います 藤野は冷静に長谷川からのパスを受けた瞬間の判断を振り返る。藤野のシュートはバーをしたたかに叩きながらゴールマウスに入った。